です礼拝説教を振り返っての時間となりましたベテラン先生から今回は「ペテロの手紙第一」の1章の4回目ですね「ペテロの手紙第一」の10章から12節まで3節の部分ですけど4回目ですね私もそれを聖書メッセージ「新約聖書」が7回目 規約聖書が5回目となりましたので一章ずつですねこの章からどれを選ぼうかと迷っていましたけど今回から2回目からですね前回から今回から収録は一緒ですけどそれぞれの最初の一節から順番よく区切りよくしていこうというチャレンジをしています。ままだだ そういう準備とか祈るとかじゃなくて本当になかなか聖書を読んでの毎日1分足らずでもみくともに触れてで訓練してますけど聖書一日一章、またみくともに触れてそういうことで今回から前回2回目ですね 礼拝説教の振り返りが、ちょっと余談になりましたけど、今回は先ほど紹介したように、礼拝が、救いがあなたに伝え、 救いがあなたに伝えられるためで「えー、ペテロの手紙第一」の1章の10節から12節ですね、えー、その前に、えー、司会者の方から、えー、最初に遺財所の41章の、えー、外は真っ暗いですね、えー、7時前ですけどまだここはあ梅雨明けていませんけど遺財所の41章ですね遺財所の えー、41章の旧説と実説が、えー、司会者の方からあ、えー、紹介されました。いずれは章41章の、十一章の旧説と実説ですね。はい <laughs>、えー。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。 えー、私はあなたのしもべ、えー、私はあなたを選んで捨てなかった、えー、恐れるな私はあなたと共にいる耐治力な私があなたの神だから私はあなたを強め、えー、あなたを助け私の義の右私の義の右の手であなたを守る素敵な言い言葉です特に、えー、ちょっと脱線しますけどこの実節はよくしおりで私も、えーえー 台所のところに、えー、他の教会の姉妹からいただいたあ素敵なあこの聖句のお、えー、が飾ってありますね。えー「イザヤ書四十一章の十節」「恐れるな私はあなたと共にいるたじるな私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守る」えー「感謝いたします」えー「今日の台があ、えー、救いがあなたに伝え だれるためとということで、えー、4回目となって、えー、第一ペテルですね、第一ペテルの一章の10節から12節ですね。では、最初にこの箇所を生み出します。ペテルの手紙第一の一章の10節から12節。この救いについては、 あなた方に対する恵みについて予、えー、言した預言者たちも熱心に尋ね、えー、細かく調べました、えー、彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、えー、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時、えー、誰をまたあどのような時を指して言われたのかを調べたのです、えー、彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあな,たがあなた方のための方針であるとの啓示を受けました そして今やそれらのことは天から送られた精霊によって、えー、あなた方に福音を語った人々を通して、えー、あなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなのです。えー、これはペテロン先生からまた次は13節からですね、えー、その後はどう区分するかわかりませんけど、えー、このペテロン手紙の第一をちょっと一章で、えー、振り返って じゃないいいいですす。けど、章を見ていきたいと思います、えー、4回目ですので、まあ、それぞれの、えー、振り返りがありましたけど <laughs> では、えー、ペテの手紙第1の一章を読み出します <laughs>、えー、イエス・キリストの人ペテロからポントガラティアカパトキーやアジアビテニアに散って記流、えー、している、えー、選ばれた人々すなわち父なる神の余地に従い見た目の究明によって イエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々、どうか恵みと変があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きなあれみの家にイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、 生ける望みを持つようにしてくださいましたまた朽ちることも汚れることも消えていくこともない一産を受け継ぐようにしてくださいましたこれはあなた方のために天に蓄われているのですあなた方は信仰により神の道からによって守られており終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですそういうわけで、えー あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、あ様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は、火で精練されつなお、朽ちていく、金よりもたっとく、イエス・キリストの現れの時に、賞賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方は、イエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、えー 今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない世界に満ちた喜びに踊っていますこれは信仰の結果である魂の救いを得ているからですこの救いについてはあなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも熱心に尋ね細かく調べました彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を 前もって明かしされた時誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです、えー、彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のための方針であるとの啓事を受けましたそして今やそれらのことは天から送られた精霊によってあなた方に福音を語った人々を通して、えー、あなた方に告げ知らされたのですそれは見つかりたちもはっきり言て 見たいいとと願っていることなのですですからあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい従順な子供となり以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずえあなた方を召してくださった聖なる方に願ってえあなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい それはあ私がせいであるからあなた方もせいでなければならないと書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのならあなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ご承知のようにあなた方が不祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは銀や金のような 口,る,口るものに,にはよらず傷もなくけがれもない子羊のようなキリストの立とう位置によったのですキリストは世の始まる前から知られていましたがこの終わりの時にあなた方のために現れてくださいましたあなた方は死者の中からこのキリストを蘇みらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々ですこのようにしてあなた方の信仰と希望はたの信仰と希望は 神にかかっているのですあなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから互いに心から熱く愛し愛、えー、熱く愛合いなさいあなた方が新しく生まれたのは口る種からではなく口ない種からであり生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです人は皆草のようでその境は 皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散るしかし、主の言葉は、得うしえに、変わることはない。とあるからです。あなた方に、述べ伝われた福音の言葉がこれです。えー、感謝いたします、えー。先通りにしてしまいましたけど、えー、ベテラン先生から、ペテロの手紙第一の一章の4回目で、今回は10節から12節の3つの部分で、 救いがあなたに与えるためということで詳しくこの4つの部分ですね1が預言者法師2が刑事3が牧師預言者と語った人々そして4が見会ですねこのように詳しく紹介されました。ななかか で礼拝説教を忠実に振り返るものではありませんので、えー、最後に、えー、この10節から12節を読んで、えー、今日は、えー、礼拝の説教の振り返りと開始、えー、していただきたいと思います、えー、ペテム手紙第1の1章の1節から12節この救いについてはあなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも熱心に尋ね細かく調べました 彼らは自分たちにうちにおられるキリストの御霊がキリストのクランとそれに続く栄光を前もって明かしされた時、えー、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のための奉仕であるとの啓事を受けましたそして今やこれらのことは天下をくらえた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです それは見つかたちもはっきりと見たいと願っていることなのです。えー、感謝いたします、えー。救いがあなたに伝えられる、救いがあなたに伝えられるためということで、えー、感謝いたします。私も、えー、救いをその伝えられて、またこのように、えー、この福音、えー、救いがあーこれを YouTube の、このー、えー、マサとの YouTube を通して、まあ、指揮が。 聖書また最寄りの聖書的な教会においてイエス様個人的に信じる幸い、恵みに扱ってほしいと願っています感謝いたしますはいえーえーまあ聖書を読んでの応答と振り返りとなりましたけどえー救いがあなたに伝えられるためということでえこの、えー 礼拝説教が振り返ってが持ち上げることを願って感謝いたします。えー、感謝いたします。えー、このマスターとのー YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンともよろしくお願いいたします。えー、次回の礼拝説教を振り返ってでお会いいたしましょう。マスターとした終言です。パーセンプレジューシャロム、シャロム、シャロム。